会人1年目の時に入社した会社がコロナで休みが多かったので編み物に挑戦することになりました。初めは YouTube で簡単な編み方を検索して作ってみました。初めてポーチを作った時に簡単に可愛いものが作れるんだって気づきました。これは適当なデザインのポーチです。その後ポーチ作りにハマっていろいろ作りました。 YouTube でいろんなポーチを編んでみていろんな色で作ってみてました。カバン作りに挑戦してショルダーバッグを作ってみました。結構大変だったんですけど可愛くできてディズニーにもこの間連れて行きました。グルニースクエアのハンドバッグに挑戦しました。かっちりした服と合わせても可愛いなって思ってお気に入りです。でこれは余った糸で鍋敷きを作ってみました。これ串ケースなんですけど蓋があまり閉まらなくてちょっと失敗してます。これは適当に作ったポーチです。ブックカバーを作ったりグラニスクエアのポーチ作ってこれは結構可愛くできてお気に入りの出来です。友達から赤いカバンが欲しいって言われて T シャツ編んで初めて作りました。これは友達のリクエストの串ケースでこれチェック柄を編んだんですけど結構可愛くしました。友達はお気に入りで色合わせするくらい使ってくれてるらしいです。この辺の時に転職活動を始めて編み物の余裕が全然なくなったりしました。これはクリスマスっぽいカバンでメルカリで買ったビビアンのポーチをつけたらとても可愛くなってお気に入りです。ふにゃふにゃな出来だけど気に入ってます。これは適当に作ったお花のコースターでもう一回作るのはもう無理だなと思います。これは冬っぽい糸で作った友達へのプレゼントサンドビュープレゼントでベロアのリボンを使ったので上品な感じにできました。2022年は結構新しい環境になりました。ではクリアリングを使いたくてスクエア箱を作りました。でもふにゃふにゃになってしまってます。これはよくわからない形のポーチです。この時期はファスナーを使ったポーチをハマって作ってました。これは今もめっちゃ使ってるお気に入りのポーチです。リップとか目薬入れるポーチとして使ってます。まだまだ綺麗な状態を保ってくれています。これは可愛い色合いで作ったファスナーポーチで友達にあげたらメイクポーチとして使ってくれていました。なんとここから転職で東京で一人暮らし始めました。新しい仕事のために東京に行くことになりました。新生活のためにブランケットを編んでみて結構2週間ぐらいかかったんですけど部屋のインテリアと結構マッチして可愛くできました。これは余ったブランケットの糸で作ったポーチです。意外といろいろ入るのでカバンみたいな感じで昼休みにこれ持って出かけたり してます。結構便利なお家で白で何でも合いやすくてお気に入りです。一人暮らしなんで張り切ってインテリア系で今はティッシュケースは洗面所に置いております。これは友達に作ったエアポッツケースだけどあんまりヒットしなかったんで失敗です。これキッチンのために作ったお花の鍋敷きで丸い円を作るのが苦手で歪んだ形になっております。友達に作った串ケースで可愛いボタンを見つけてつけた可愛いデザインです。巾着ポーチで、巾着ポーチばっかり作ってしまってます。これはあるあるだと思います。めっちゃ愛用してていつも持ち歩いています。これは可愛いグラニスクエアをたくさん作って合わせた可愛いポーチです。でも友達にあげたんですけどめっちゃ喜んでくれて私も嬉しかったです。なんともう仕事で忙しくて気づいた2023年になってます。ブランケットを作って長編みだけの簡単な編み方だったけどめっちゃ可愛くできました。ベッドの上に置いております。机
の下に置くティッシュカバー、100均で作ったやつです。ビシチェ作ったんですけど、めっちゃ可愛くできてお気に入りで、若いデザインかなと思ったんですけど、気にせず使ってます。これはブランケットネットで編んだバッグで、簡単にできてお気に入りです。 YouTube にも載せたヘアクリップで、つけるだけでめっちゃ全部可愛くなっておしゃれに見えます。iPhone ケースも同じ板で作りました。これは友達にあげたグラニスクエアポーチです。これも YouTube に載せてるので、ぜひ見てみてください。これからもいろいろ作っていきたいと思ってますので、見ていただけると嬉しいです。